水曜日からですね。じゃあその次の週末を入れて、はい、そうです。よし。もうまだ待ち？お嬢さんもメキメキ大きくなってます。お嬢さんもメキメキ。はい、もうどん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 大きくなりつつもう大変です。楽しそう。ああ、知ってる知ってる。うん、タケさん、うん。ああ、この間桑野さんの時も来てくれてた。待ってた方がいいかな。うん。うん。長島さんね、時間あるのかな。なんかね、この後どっか九州のどっかに行かなきゃいけないって言っていた。ちょっと聞いてみてもらうってどういいかな。うん。はい、それでは時間になりましたので皆さんこんにちは。もうちょっとまだお見えじゃない方もおられるんですけど、時間になりましたので始めたいと思います。今日は高取焼の、若宗書じゃない、なんて言えばいいですね次期14代になられる、はい、春慶さん、高取春慶さんを招きました。今日はありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。これって声通ってるんですかね声通ってますかね。通ってますよね。大丈夫ですか。すみません、はい、ちょっとあまり慣れないものですから、はい、大丈夫、黒柳徹子がついてますから、はい、助かりますちょっと簡単にこれ、はい、簡単に今年の、ワン九州ミュージアムのご説明をいたしたいと思います。今年はミュージアムに加えてライブラリーやってまして、今皆さんがおられる会場がライブラリーです。ミュージアムの方はですね、密接グランドホテルでやっていまして、ちょうど今高取焼の、宗家さんの、作品を明日まで展示していただいています。そしてその後薩摩切子有田焼と進むことになっていて、11日まで開催しています。またですね、ビオロの2階でミュージアムショップをやっています。そこでは買うのはオンラインで買っていただくんですけども、私がセレクトした九州のさまざまな工芸品を皆さんにご購入いただける、まあ、見るだけでもちろん結構です。ぜひお越しいただけたらと思います。また同じビオロの2階なんですけども、ちょっとブースは違うんですが、2階にですね、九州大学の都市デザイン研究室、黒瀬研究室の方たちが、天神や大名の、調査研究をやった発表をしています。プラスアルファはですね、天神ビッグバンの巨大な模型が置いてありまして、今後こんな風に建て替わっていくってことがお分かりいただけるような展示もありますので、合わせてご覧いただけたらと思います。そして最後にライブラリーですけれども、今日がですね、前期後期の後期の方の初日でして、今日明日明後日3日間ここをライブラリーに変えています。館長といいまして、本を展示していただく方、4名なんですけども、 IT 会社の社長、蔡主さん、それから大名のバーオスカーの、バーテンダー、オーナーバーテンダー長友さん、あと国連ハビタットといって、世界の貧困の、非常に激しい、もうゴミ山で住んでいるような人たちの、居住環境改善すべく世界を飛び回っておられる星野さん、そして私松岡のライブラリーが今ここに展開されています。どの本も皆さん手に取ってゆっくり見ていただけるので、このトークショーの後ぜひご覧いただけたらと思います。それではクロストーク始めたいと思いますけれども、あ、すいません、クロストークですね、今日は私4連チャンやらなきゃいけなくて、この初っ端が今日お招きした春慶さんで、その後ですね、2時半からは九州のワインを解説していただくソムリエ荒木さん、そして、ご存知の方多いと思いますけど、唐津焼の、象徴たる存在、太郎右衛門先生、そして最後の、ね、6時半からはバーテンダーの長友さんに九州のお酒とか、酒と町とかを語っていただく趣向です。はい、それでは春慶さん、今年おいくつになりました？今年、自分は32歳になりまして、で、一応今年が33の年になります。はい、
春慶さん の, あの高取焼宗家さんは、もう400年の歴史があるわけなんですけれども、聞こえます？今日のですね、1時間のトークイベントは、まあ、一応3分割ぐらいしまして、初めは、高取焼の歴史、まあ、高取焼とは一体何なのか、この400年の話をこうかいつまんでお話しいただきながら、次に現在は八山先生というお父様になられる方と、春慶さんが取り組んでおられること、それから、未来は春慶さんがまたこれからチャレンジしたいことっていうようなことをお話を伺っていきたいと思います。はい、それでは簡単と言ったら失礼かもしれませんが、あの高取焼宗家 の, あの400年の歴史を何分かで喋るのは難しいかもしれませんがあのちょっとあのお説明いただけますか？はい、まあ、ちょっとあのできるだけ簡潔には話したいと思うんですけれども、まあ高取焼の始まりっていうのが、まずあの秀吉のですね、あの朝鮮出兵から始まります。もう秀吉の朝鮮出兵で黒田長政という人物が朝鮮に行くんですけれども、そこから連れ帰ってきた刀工っていうのが、あの僕らの高取焼宗家の初代にあたります、あの八山という人物になります。あ、同じ名前なんですね。あ、ずっと八山で行かれるんでしたっけ？あ、そうです、あの朝鮮名では八に山なんですけど、タルさんっていうんですね。で、その八山がその能形の方に、福岡の能形ですね、に連れてこられて、で高取山っていう山の麓で釜を開いて、で焼き出したのが始まりになってます。それはあの土が良かったからというふうに聞いてるんですけど、正しいですか？はい、そうですね、まあ、土だったり、まあ、水源とかですね、あとはまあ木材、釜を焼くための木材だったり、あとは傾斜とかですね、上り釜で焼いたりもするので、うん、はい、じゃあやっぱり環境要因がすごく大きいってことですよね。そうです、すごく整った地であって、まあ、なおかつあの朝鮮の方 の, その環境にもすごく似てたっていうふうに伺ってます。あの元を正せば、例えば太郎右衛門先生とか柿右衛門先生とか、みんな秀吉に連れてこられた方々ですよね、の子孫でいらっしゃるんですけど、まあ、同時期に来られた方家系ってことですよね。あ、そうですね、九州の焼き物は基本そういう感じになってます。あの薩摩焼きのね、陳寿館先生15代に今なられますけど、はい、やっぱり同じように朝鮮からあの、ね、連れてこられた方々なので、まあ、九州全体で見ても、長崎県、あ、長崎、あ、佐賀県か、うん、伊万里は佐賀県ですか、ね、そうです、佐賀県、福岡県、あと鹿児島と、あれは違うんですか、温帯焼きは違うんですかね、温帯焼きは違う、温帯焼きはまたその小石原の刀工があの温帯焼きに行って、でそこでまた釜を開いているので、うん、まあ、朝鮮からっていうわけではないですね、うん、まあ、枝分かれしたっていうような感じでしょうか。そうですね、はい、そして、うん、どうぞ。で、まあ、その他の、まあ、九州の焼き物とちょっと違う感じなのは、まあ、高取焼きの釜って結構独特で、釜をすごい点々とあの移していくんですよね。まあ、それはまあいい土を求めてだったりとか、まあその当時のまあ時代背景もすごい関わっていて、まあ最初はその能形の地でまあ開かれて、でその時にあの高取山ってさっき話に出したんですけれども、なんか大丈夫ですかあの話出したんですけども、その高取山っていう字はあの飛ぶ方の高ですね。あ、その飛ぶ方の鷹で耳辺に犬って書いた高取山、はい、でその当時のお殿様に、あなたはその高麗から連れてこられたのだから、その鷹の字をその高麗から来た高の字に変えて高取と名乗りなさいっていうことで、その名字をいただいたんですよ。それで高取八山っていうふうに名乗るようになりました。でそこからまあ能形で最初開いて、その後に飯塚に行ってですね、で今うちの窯元がありますその東峰村の小石原というところに窯が移って、うん、でその後、まあ、1700年ぐらいに今度は福岡市内の方にもですね、窯を開いて、でそれが、まあ、かけずと、すみません、小石原からその福岡市内に半年行って作って、
で戻ってまた半年って作ってというような、まあ、ちょっと制作もしておりました。はい、そうするとあのでじゃあ、1600年ぐらいに、まあ、朝鮮からこう来られてで今の場所に至るまでに100年ぐらいかかってるということですか。そうですね、初代の頃はその能型と飯塚のあたりで終わってるんですけれども、2代目の時にあの2代目の、はい、鼓窯っていってその今の小石原のところに移ってきてるので、まあそうですね、大体100年経たないぐらいですかね、その時に移ってきてます。あの八山さんってお名前は、初代からずっとその八山さんになられるんですね。つまりあそうです、代を継ぐ時にその八山っていう名前を継いでいって、でまあどう区別していくのかっていうと、まあ、何代目高取八山みたいな感じで継いでいくので、うんうんうん、まあ、今現段階の当主はまあ僕の父なんですけど、うんうん、まあ、13代高取八山、うんうん、で僕がもし仮に継いだとしたら14代高取八山っていうふうになっております。はい、あの一子相伝の、まあ、技術というのがあると伺っていて、それはもう本当一子相伝なので一代一代語り継ぐしかないというか、そういう、はい、あの技術と、なんか書物もあると聞いてますけど、はい、まあ、一子相伝でその引き継いでいるっていうのが、まあ、まずはあの釉薬っていうのが高取の中でも結構重要なものですので、まあ、その釉薬っていうのはもう初代の頃から秘伝書っていうものが、うん、あの語り継がれてまして、でまあ、初代の頃からもう釉薬の種類が20種類ぐらいあったんですね。へ、はい、なのでその分やっぱ朝鮮での、まあ、陶芸の技術っていうのはすごいものだったので、まあ、まあそれで、まあ、朝鮮がの方がこっちに来てでやっぱやってたので、結構最先端の、まあ、技術だったりとか、まあ、知識だったりとか、なので、まあ、それがもう大事に大事に、まあ、現代まで継がれているので、それはもう本当代を継ぐ人にしか語り継がれないっていうか、そういう書物がですね。なので僕自体もまだ代を継いでるわけじゃないので、うん、今現段階で父が秘伝書っていうものを持ってるんですけれども僕もまだ見たことないっていう感じです。はい、あのお家のどこにあるかもご存じない。そういう一応蔵みたいなのがあるんですけど、まあでも僕も入ったりはするんですよ、そういった蔵に、うん、でも見当たりはしなかったので多分もっと大事なところに、はい、置いてあるんじゃないかなと思ってます。はい、じゃあこっそり探してみたこともあるってことなんですね。やっぱ気になるじゃないですかこの色がどうやって出されてるのかなっていうか、うんうん、まあ、原料自体は4種類なんで、その長石と木灰と藁灰とあと錆なんですけど、その4種類の割合を変えて調合はするんですけど、それでもやっぱりわからないところもあるので、うん、なんかきっと特別な何かあるんじゃないかなっていう興味があって探したことはあります。はい、じゃ あ, あの八山先生がそろそろ春慶にも教えてやるかと思いになった時に、その秘伝書が引っ張り出されるという、そういうことなんですね。そうですね、まあ、実際に、まあ、書物であるのか、それとも口伝で伝わっているのか、それさえもわからない状態なので。へ、はい、なんか不思議な世界でドキドキしますけれどもあの高取焼はですね、お茶の世界でいうと、まあ裏千景表千景とか ありますが、その中の、まあ、流派の一つ遠州流、まあ、小堀遠州に遡るわけですけれども、まあ、遠州流小堀遠州が7つの釜を、好みとして選んだのなわけなんですけど、まあ、その筆頭が高取焼ということで、まあ、あの遠州流にもご縁が深くていらっしゃるし、春慶さんご自身も、遠州流に入門なさって、なんて師範っていうんですか、あの取られたと。あ、現段階ではまだ準師範なんですけれども、あのお家元の下でですね、あの3年間内弟子として入ったので、うん、はい、なのでお茶のことはある程度は勉強できたのかなと思ってます。はい、あの話それますけども、すごく美人の奥様がおられてですねこの奥様は東京で遠州流にやっぱり入門されてた奥様をしっかり捕まえて福岡にあの連れてこられて今大変可愛いお嬢さんがねお生まれになってらっしゃいます。はい、ありがとうございます。あの黒柳徹子らしいツッコミかと思います、はい、いやだね、はい、
今日ですね、お父様の八山先生の作品、あと俊慶さんの作品がグランドホテルにたくさん展示されているんですけれども、八山先生の作品2つ、それから俊慶さんの作品2つをここに持ってきていただきました。さっき素手でこうやって持ってこられたんで途中でこけたらどうすんのって言っていや持ってるからお守りのようになってこけないんですって言っちゃったんですけど素晴らしい作品があります。まずこのお茶碗の方から、あ、どちら、茶入の方がいいですかね。茶入の方から、はい、はい、まあ、こちらはまあ父の、私が持っておきましょうか。でこれをちょっと触っていただいて、はい、どういう説明ですかね、うん、あ、もう大丈夫ですか、うん、こちらは父の作品の茶入れっていうものなんですけれども、まあ、お茶の世界ではこの中にお抹茶を入れてですね、で使うような、まあ、一番そのお茶の中で格式の高いお道具となっております。で、まあ、お茶入れは鷹取焼の中でもすごい特別な焼き物でして、まあ、当時の、まあ、お殿様からこの茶入れの厚みっていうのをですね 1.5 ミリの厚みで作るようにって言われてるぐらい、うん、まあ、それぐらい高い技術を求められた茶といった器なんですけどね、うん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 、なのでまあ本当僕も今そのお家元にですね、この茶入れっていうものを作るようにちょっと指示を受けてまして、うん、で実際に取り組んでるんですけれども、やっぱりものすごく難しいんですよ。やっぱりちょっとの手の狂いだけで一瞬で形が崩れてしまったりとかするんで、本当に、まあ、今は父の作ってる姿っていうのを、まあ、見ながら僕も同じようには作ってるんですけれども、まあそのやっぱりこのお茶入れを作るにあたって一番大事だなって感じるのは、やっぱり本当一つ一つの動作っていうのがもう基礎の本当究極な部分っていうか、だから今の段階はまだ最初基礎を知って、今1を知って2,3,4,5って順々になんかレベルアップはしてるんですけれども、結局やっぱり元の1っていうのがすごい大事だなっていうふうに考えてて、でその基礎の部分っていうのを今はさらに磨きをかけて、で一つ一つ丁寧に、丁寧なんですけど、まあちょっとやっぱりいやらしくないぐらいの自然な感じで作ったりとか、あとはそうですね、本当この厚みに合うような釉薬だったりとかですね、そういうのも考えてかけないといけないので、本当にあとこういった裏の糸切りっていう部分ですね、これも普通に切るだけではなくて単純にまっすぐ綺麗に引くっていう、本当正確さがすごい求められるような部分でもあるので、最後まで気の引けない器かなっていうふうに思ってます、はい、切り替えますね、はい、これ後でトークイベント終わったらちょっと近くに来てご覧いただけると思うんですけども、本当に軽くてですね、金属なんじゃないかと思うぐらい薄いで、さらに茶碗と違って口がすぼまってますから、中がこうえぐれてる状態をいかに薄く作るかっていうのはかなり立体的で難しいお仕事なんだなっていうことも見て取れます。でお茶の道具にはもちろんこう茶入れとか茶碗とか、あとなんだ、懸垂とか、いくつものお道具があるんですけども、おっしゃったようにこの茶入れが一番その格の高いもので、これをなんかやっぱりその遠州流のお家元が、俊慶さんに作んなさいっておっしゃるっていうことは、もう次をちゃんと継いでいけという強いメッセージなんだっていうことですよね、うん、きっとね。そうですね、お家元のもとには一応工営会っていう、まあ、職人の会みたいなのがあるんですよ。お抱えの職人さんがですね、で今年僕もその会に入らせてもらって、それでようやく正確、こういった正式にですね、うん、お茶入れの制作をちょっと依頼されたっていう感じになります、うん、はい、恥ずかしながら私も去年ですね遠州流に入門いたしまして、まだお稽古3回しか行ってないんですが、まあ、
裏にちょっと行ったことがあったんですけど、まあ、改めて演習流に入ることによってこの、まあ、器たちのストーリーとかね、まあ、工芸のストーリーにだんだんこう今ハマっていっているところでして、まあ、あの直接春慶さんからお話を伺えるのはとってもあの光栄なことだなっていうふうに思います。お茶碗のご説明も、はい、こちらもこれ持っておきましょう。あ、すみません。こちらもあの父の作品なんですけれども、まあ、これを見ていただくと、まあ、鷹取焼の特徴って何かなってなると、まあ、釉薬が、まあ、ちょっと高めに持っていただいたら、あ、そうか、お膝にあれしなきゃいけないですね、はい。まあ、釉薬の種類が豊富 でその豊富な種類の釉薬をだいたい 2,3 色ですね、あの重ね合わせて表現するのが、まあ、鷹取焼のまた一つの特徴になってきます。でこれもまあ見ていただくと分かる通り、ここに下地に違う釉薬が1色かかって、この上にですねまた違うあの黄色の釉薬をかけてるんですね。でそうしてだいたい1280度ぐらいで焼き上げると、この下地の釉薬とこの上にかけた釉薬が混ざり合って、でそれが流れてですねこういった複雑な表情になるという、それがお茶碗の景色を出してるっていう感じですね、はい。あの景色って言いますよね、あのお茶碗にあの景色を見ると、そしてあのお茶をいただいた後にこの抹茶があの少しお茶の中に残るわけなんですけども、それも含めて、一服いただいた後にこう景色を楽しむっていうこの美意識ってやっぱり日本以外に考えられないなって思います、はい。でちなみにちょっと言っておくと、あのこちらの下地の釉薬なんですけれども、これが春慶っていう釉薬で、僕と全く同じ名前の釉薬なんですね。この釉薬はもう本当初代の頃からある釉薬で、その時から春慶っていう名前の釉薬なので、まあ、僕もなるべくして、まあ、陶芸家になったっていうような感じは、あります、はい。あのそんな春慶さんなんですけども、実は春慶さんのご自身であの大学で勉強してこられたのは焼き物じゃないんです。そうですね、まあ、父親に結構相談したところ、まあ、僕的にはやっぱ陶芸っていうのをやりたかったんですけど、まあ、父はどうせ家に帰ってきたら一生陶芸しか、まあ、することがないから、まあ、それなら、まあ、他の分野を学んでもっと視野を広げてこいっていうことで、でまあ、自分は何がいいかなって考えた時に、結構小さい頃からあの本当にもう3ミリ四角 の紙とかで折り紙とか折ったりとかして、それぐらい細かい仕事がすごい好きだったんですよ。なので、まあ、それに合うようなものないかなって探した時に金属工芸っていうのがあって、でそこであのシルバーアクセサリーとかですね、あとネックレス作ったりとか、そういったのがすごい、まあ、金属系の光沢も好きだし、そういった作業も好きだったんで、そっちの道に進みました、はい。あの今結婚指輪されてますけど、これもご自身の作ですか？はい、これは自分で作ったって言いたいんですけど、違うんですか？買ってほしいって言われたんでちょっとこれはちゃんとしたお店の正規品です、はい。あ、そうですか、そうですか、そうです。ちょっと外してしまいました、すみません。あの今、お母様の鷹取七恵さんもあの陶芸なさってますね。美大卒業されて、まあ、陶芸をされてて、ご両親様すごいそういうクリエイティブな、はい、方と、で春慶さんと3人でこう せたくましなって違うか言い方違うか、3人でこう陶芸をされてる感じなんですか、うん。なんか親子関係どんな感じなんですか？そうですね、ちょうどお母さん来られた。あ、本当だちなみに母親です。母は、まあ、その陶芸以外にも染色とかもやってますので、うん、まあ、僕もそういった部分を見てるとなんか違う分野なので、まあ、違った刺激も受けますし、うん、まあ、僕自身はそのやっぱり何でしょう、核となる部分は確かに大事にしたいっていうのはあるんですけど、やっぱ常にやっぱ新しいことにも挑戦していけるようなスタンスを取っておきたいっていうのがあるんで、うん、またあの父親はまあどちらかというと、もう本当核の部分をずっと貫き通してる人なんで、なんかそういった部分ではみんな
違うんですけど、それが逆にいい刺激となって、うん、まあ、僕もちゃんと芯となる部分も目指しながら新しい部分にもチャレンジしていけるっていう、まあ、本当父がいるからだし母がいるからだし、うん、そういった部分ですごい ありがたいなっていうふうに思ってますね、うんうん、はい、先日クラウドファンディングをなさって、私も詐称ながら応援させていただいたんですけども、実は私そこに行ったことがないんですが、かやぶきの、ね、建物で、はい、まあ、かやが相当傷んでたと、でそれを吹き替えられたっていうことですけども、まあ、建物自身もすごい歴史的な建築なんですよね。そうですね、建物自体はだいたい170年ぐらい経ちます、うん、で、まあ、今回そのクラウドファンディングやってちょっと思いのほか皆さんに支援いただいて本当にちょっとありがたかったですね、うん、はい、よかったですね。で、かやも吹き終わったことですし、ますます陶芸に集中できる環境が整ったのかも、知りませんけれども、こういう伝統的な八山先生のお話をしていただいた中で、俊慶さん今、この器のこともちょっとご説明いただけますか。はい、これは、すみません、これはまたちょっと高取の釉薬とは違うんですけど、まあ、その自分がやっぱりその金属工芸を学んでいた時に、いずれはやっぱりこういった陶器にもその自分の個性っていうものをすごく出したいなと思ってた。で、まあ、それをまあ1年ぐらいかけてですね、ちょっと編み出した釉薬っていうのが、まあ、こちらの作品になります、うん、はい、グランドホテルの方に行っていただくと分かるんですけども、いわゆるお茶道具ではなくて日常で使う、まあ、酒器ですね、なんですか、ぐいのみのようなものでしょうか。ぐいのみだったり、まあ、小鉢とか片口とか、ね、小鉢とかね、はい、料理屋さんで非常に人気で、今こう制作間に合わないぐらい売れてると聞いてますけどそうですね、やっぱり本来の高取りっていうのも自分の中でやっていかなきゃいけないんですけど、うん、まあ、思いのほかこちらの商品もすごい人気があってですね、うんうん、まあ、本当とにかく時間が足りないという感じです。はい、このいぶし銀のような、いぶし金っていうんでしょうか、う、ここもちょっと金属的なこう表情を持っていて、だけどお料理を乗せると多分すごく映えるんですよね、きっと。小さい器だとお刺身を盛ったりとか、うん、ね、本当美しいこう背景になってくれるお皿なんだなっていうふうに思いますが、はい、どんな思いを込めていらっしゃるか、もう少し、はい、まあ、僕としてはその和でも洋でもいけるようなその色合いっていうのにしたかったんです ね、 なるほどね。完全に真っ金金だと多分洋にしか合わなかったりもするじゃないですか、うんうんうん、なので、まあ、なんか本当に落ち着いた感じの色合いでいやらしくない感じっていうのを目指した作品っていうかですね、うん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 、あとはまあ本当これにもその高取の薄造りっていう部分と、あとは本当大事にしている土も使って作ってるので、まあ、そういった高取の技術も盛り込みながらも、まあ、自分らしさを出していくっていうような作品にはなってます、うんうんうん、はい、そうでした。土作りから始まるんですよね。だから釉薬を作るだけではなくてまず土から作ると。で、私土ってその辺で掘り出してくるものかと思ってたらそういうことじゃないんですよねまあ、うちには一応その土自体のストックがあるんですけど、まあ、大体 2,3 台分ぐらい先の分までは多分あると思うんですけどね、その土をまず空臼っていう水を利用してそのガッタンガッタンになる、まあ、獅子落としの原理みたいな感じでですね、で根元に臼ときめがあってみたいな感じ で、うん、でそこに、まあ、まだゴツゴツした土っていうのを入れて、でそこで細かくなるぐらいまでガッタンガッタンやって細かくしていくんですよ。粉砕する、はい、粉砕した後に今度はそれをまた水肥させて、でそこで石とかですね、そういう葉っぱとかとにかく不純物っていうものを完全に取り除いて上水だけの、まあ、粘土質の上質な部分ですね、うん、そこをどん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 抽出していって、うん、で作られるのがうちの土になるんで、うん、すごく密度もギュッとしてますし、うん、薄く引いても
粘りもしっかりあるんで、あの薄くても軽くて丈夫な器になるっていう感じです、はい、その、砕いて、水筆としましたっけ、水に混ぜて、はい、不純物を取り除いてうんぬんかんぬんっていうこの工程っていうのはどれぐらい時間かかるものなんですか。まあもちろんいろいろ並行してやっていくんですけど、まあ、最終的に土になるまでには3ヶ月から4ヶ月ぐらいはかかりますね、うん、なのでまあ本当土作りだけで本当一苦労かかるっていう感じです、はい、でさらにそれをストックしておいて2代3代先 の、 あのゼネレーションまで、作り置いておくっていうことですよね。それやっぱりしばらく置いておいた方がなんて言うんでしょう、こう馴染むとか、なんかそういう時間とのこう関連があるんですか。粘土自体は、まあ、その 2,3 台分を作るわけじゃなくて、もうあの粘土質の層の部分をがっつりあの内で囲ってるわけです。あ、切れました。聞こえますか。はい。はい、なのでもう一回今のところ。あの粘土質の部分 の、 あの土の層の部分っていうのをがっつりあの、まあ持ってきていて、それを保管してるだけであって、うん、で粘土として作る分っていうのはある程度 2,3 ヶ月分ぐらいの土の量をまあ作りだめて、である程度寝かせたりはするんですよね、うんうん、なんで寝かせるかっていうと、まあ、置いておくことによってそのバクテリアとかが、菌が繁殖してその土に粘りが出てくるんですよ、はい、それでさらに、まあ、上質になるというか、はい、自然の発酵を促すというか、はい、そういうことなんだ。そういうことなんですか、ね、はい、だからやっぱりその時間が必要になったってことなんです ね、 そうですね。バクテリアが発生した方が土としては良くなる。そうです。やっぱりあのしっかり粘りが出るんで、うん、その分ドクロも引きやすくはなりますね。なるほど。なんかどっかで見たんですけど、本当、まあ、どこか忘れたんですけど、なんか土にその鹿の血とかイノシシの血を混ぜるっていうところもちょっと聞いたこともあります、はい、あのもうすごく面白いと思うんですけど、皆さん、まあ、今井門先生にしても加計門先生にしても皆さん中国じゃないや韓国から、渡って来られて、でもそれぞれ全然違いますよね。それはやっぱり地域性とも絡んでいて、例えば有田の場合は有田のその、陶石を李三平という方が、まあ、あのずっと訪ね歩いてやっと見つけて、であそこの山を削って、でそこの、ね、白いあの、陶石をあの削って、それからこう焼き物があの発展していくわけなんですけど、やっぱり土と向かい合うお仕事なので、行った先というか見つけた先でもってその作風がもう劇的に変わる。薩摩焼きとかも全然違いますもんね。白薩摩と黒薩摩ってありますから ね、はい、かそういう、 こう地域性とすごく絡んでるっていうところがやっぱり焼き物の面白いところなんじゃないかなっていうふうに改めて、思うわけなんですけども、ま、あのお茶の話もありましたけど、こういう現代的な、焼き物も今チャレンジしてらっしゃる中で、 これが最新作ですよね。これはちょっと私も初めて拝見しました、はい、こっちの作品はまあ、本当に最近作った作品なんですけれども、あの、まあ、釉薬自体は、まあ、こっちと一緒なんですね。で一回この状態で焼いておいて、で、まあ、その後にですね、本物 の、 あの銀を、あの銀彩っていうんですけど、銀の液体を塗って、でもう一度焼成することによってこういった器になります。やっぱりここに、まあ、本当銀色っていうのが僕すごい好きなんで、ちょっとこの金と銀っていう感じでですね、ちょっと表現した新しい作品になります、はい、これはなんかちょっとあのモダンな洋風な感じもしますけど、まあ、一方でこの金属を合わせるという意味で、あの俊慶さん の、 そのバックグラウンドというかね、はい、彫金をあの勉強してこられたことがまさにここで融合している作品ということかと思います。そうですね、はい、まあ、自分自身もすごくあの陶芸の一つのモチベーションにもなってるんで、うん、はい、まあ、これがいずれはね、あの高取の、まあ、うまいこと組み合わせることができるかもしれないですし、うん、まあ、本当新しい取り組みって言いますか、まあ、常にこういった挑戦はしていきたいなというふうには思ってるんですけど、うん、はい、これあのシルバーなのでだんだん黒ずんでいくんでしょうか。そうですね、まあ、僕はそれもちょっと考えていて、やっぱり陶器って使い込んでいくうちにすごい愛着が
湧いてくると思うんですけど、やっぱりこういったものもやっぱり僕的にはその愛着を持って育っていってほしいという気持ちがあるんで、そういった部分でこの銀っていうのが僕はすごい好きなんですよね。使い込んでいくとちょっとあの黒ずんできたりとかして、さらになんか馴染むような感じで落ち着いた感じの、あの色合いになってくるんで、そこがあのもう一つ の, あの楽しめるポイントなんじゃないかなというふうに思ってます。なるほど。あのこの湾九州ミュージアムをおととしから始めて、まあ、いろんな作家、あの工芸だけではなくていろんな織物とかいろんな作家さんにお会いしたんです。でその中で、どなたがおっしゃったかちょっと今記憶が定かじゃないんですが、外国人に買われていくときに、経年変化したから取り替えてくれっていう話が、あの、あるっておっしゃってました。で実はそれをめでる、それを楽しむのが日本の工芸なんだっていうふうに説明し直してますって、あのどなたがおっしゃったんですけど、はい、ちょっと近いお話ですよね。あ、そうですね。もうまさしくそうだと思います、やっぱお茶道具もそういった何代にもわたって使い込まれて、それがやっぱ名物となってきてるわけですから、まあ、そういった部分がやっぱり一番器に対する愛が深まる瞬間なんじゃないかなって思うんで、そういった部分はやっぱ僕としても大事にしていきたい部分ではあるので、そこはちょっとうまく作風に盛り込みながら、作っていきたいなとは思ってますね。はい、あ、すいません、思っておきます、すいません、はい。ということで、あの高取焼の400年歴史をかいつまむわけには非常に難しいんですけども、まあ、今の俊慶さんのお考えとか、伺って、まあ、これからの夢も少し語っていただいたわけなんですけど、まだなんかお話し足りないことがいろいろあると思いますがあの今度今ミュージアムに出していらっしゃるものの中で今日はちょっとお持ちいただけなかったことの、あの作品とかも、あのせっかくなのでここでご紹介いただけたらと思いますが、いかがですか。あ、そうですね、まあ、あのちょっと本当ここにお持ちしているのはほんの一部なので、あの今回あのリオロとあと西鉄グランドホテルであの展示させていただいているんですけれども、もう本当そこにはもうお茶入れから、茶碗とあと懸垂と水差しとで、まあ、お茶道具に関するものは一通りあの展示させていただいてますし、まあ、こういったあの新しい感じの日用雑記っていうのも、あのまあ、たくさん展示してあるので、あの僕としてはやっぱり、まあ、見ていただくだけじゃなくて実際にやっぱ手に取ってその質感だったりとか軽さとかですね、そういったものをすごい感じてほしいなと思うので、そこを実際に経験できるっていうのがこの湾九州の素晴らしさだと思うんですよね。ありがとうございます。で実際にその作者とこうやってなんか気軽にお話しできるっていうのもなかなかないと思うんで、そこはなんか気軽に話していただければ、僕も熱意を持って多分その場では話せると思うんで。あ、そうですね、はい、あのなかなか私も行かなきゃ行かなきゃと思いながら高取焼さんに行くとやっぱ1日かかるんで、あのまだ行けてないんですけど、でも天神でこうやって見てあのまた触れてお話伺ってっていうことができることが、まあ、本当に私がやりたかったことなので、ドンピシャハマってあの嬉しいです。ありがとうございます。あの触っていいんですか、その場所に行って。もちろんです。逆に僕としてもですね、こういった機会いただけるのは本当にありがたいなと思っております。はい、このですね、薄さとか軽さっていうのは実際触らないとわからないので、ぜひあの、触っていただきたいと思うんですけども、あのもちろんね、割れ物なのであの大切に取り扱っていただきたいものの、なんか注意点ありますか。例えば指輪は外した方がいいとか。あ、そうですね、基本は、まあ、ちょっとお茶道具とかもありますので、そういった貴金属系はできるだけ取っていただいて、で、まあ、お茶道具はですね、あの片手でこう取り上げてみるとかではなく、まあ、優しく両手で持ってで見ていただくっていうのが一番いいかなとは思います。はい、一子相伝の、あの何でしょうか、口伝なのか、まあ、書物なのか分かりませんけど、いつ頃手に入るんでしょうねそうですね、まあ、まだまだ先にはなるかなとは思うんですけど、まあ、しっかりですね、やっぱお家元の、まあ、お家元のお眼鏡にかなうようなものっていうのを、まあ、作れるとしたら、まあ、指導を受けてる、まあ、僕の本当に使命だと思ってるので、まあ、それが完全にできるようになって任せられるって思ってもらえたら、多分
僕も次の14代目として、ね、やっていくのかなと思ってますね。そうなんでしょうね、はい、そうですよね。円周流のお家元のお眼鏡にかなうということがもう何よりものやっぱり大切な目標ですね。そうですね、やっぱそれまでにそのお眼鏡にかなうための技術をやっぱちゃんと持っておかなきゃいけないので、うんうん、その技術を磨き上げるっていうのは本当に一番大事なことだと思いますし、うんうん、あとはその僕的にはまだ本当はねもっとたくさんやってみたいことっていうのはあって、うん、まあ、高取焼ってその遠州の遠州高取だけじゃないんですよね。実際はその初代の頃は小高取って言って、うん、でまだその時代って古田織部の時代だったんで、うんうん、もっと茶碗がいびつな形だったりとか、うん、豪奢な、まあ、本当力強い作品っていうのがすごい多かったんですよ、うん、で僕はやっぱりそっちの始まりのルーツっていうかですね、そっちのルーツの方にも若干その挑戦していきたいなっていう気持ちがあってですね、そっちの再現っていうの方にも力を注いでいきたいと思うので、だからまあ演習は当たり前に頑張るんですけど、まあ、その中でやっぱりそっちの方にも思いを馳せてちょっとやっていきたいなっていうふうには思ってます、はい、やはり織部というとね、もう本当にダイナミックな、そうですね、大胆な、はい、焼き物で、まあ現代アートに通じるようなものも ね、感じられるぐらい、はい、すごいまあ、対極、ある意味対極ですよね、うん、この端正な形とは全く真逆のものなんですけど、そういうものもルーツをたどれば作ってらっしゃったんですね。あ、そうですね、もう本当やっぱ時代ですよね。やっぱまあ、今も伝統である程度、ね、その時代に合わせたものを作ってきて、まあ、成り立ってるとは思うんですけど、うんうん、もうその時代って本当にもう戦国真っただ中から辟邱に平和になったみたいな感じなんで、作風も本当にガラッと変わってるわけですから、もう本当今とは比べ物にならない時代の変化といいますかね、うんうん、そうですね、だからこそ、はい、ちょっと面白いなって逆に思っちゃうんですよね、はい。お稽古3回しか行ってない私が言うのもなんですけども円周流って独特でですね、お茶の世界でもこの侍のお茶なので、ちょっとこう振る舞い方とかが違うんですよ。男らしい振る舞い方というか侍らしい、ね、そうですね、ちょっとその辺も裏とか表とかとは違う円周流の面白さを語ってくださいますか。円周流の面白さ難しい。そうですね、例えばなんか足の、ね、進め方とかも違うんですけど、裏とかとは侍がこうお客様で座ってらっしゃるっていうのが前提なので、うん、足の運び方がそちらには足が向かないようにするとかあるじゃないですか。そうですね、まあ、その足運びとかもあるんですけど、あとはその服装っていうのを、うん、ね、やっぱり刀を刺してるんで右側につけてたりとかもあるんで、うんうん、そのあたりはまあ多分他の流派の方とは違うのかなっていうふうには思ってます。ちょっと他にその他の流派との違いっていうのはあんまり僕は分かってないかもしれないんで、意外にね、はい、すみません。意外に服装っていうこういうまあ、これぐらいの、キレをですね、腰に刺してそれで例えば、いろんなお道具をね清めたりとかするわけなんですけど、大体、うん、服装っていうのはこう真っ赤な絹の切れなんですけども、円周流の場合はお家元がですね絵を描かれて夏バージョンとか秋バージョンとかこう面白いね絵が描かれて色も変わるんですよ。真っ赤じゃなくて真っ赤をつけててもいいんですけども、お家元のこのなんか楽しい、ね、お気持ちとか季節に込めるお気持ちをこうお弟子さんはみんなこう共有できるということになってたりして、ちょっと華やかな感じですよね、はい、そうですね。他の流派って服装が変わったりとかってないんですかね。それほど私も知ってるわけじゃないので、はい、大きなことは言いませんけどあんまりないんじゃないでしょうか。ないですよね。赤ですよね。あ、赤と黒、私はお持ちなんですけどオレンジ色です。オレンジ色、はい、赤とオレンジ。あ、赤は、裏です。あ、赤は裏でオレンジが表。ああそうなんですね、なるほど、だそうです。ちょっとびっくりになっちゃう。そうですか、ありがとうございます。
それでは皆さんにですね、ちょっとあまだお話しなりたいこといろいろありますか、ね、どうかどうぞ、あと数分ぐらい、はい、いいんですよ、いいんですか、はい、まだなんかお話しなりたいことありませんか、東村に来てねとかまたは展示会が、ね、展示会があるよとか、今度 の10月の5日から10日なんですけれども、その東峰村の小石原というところで民党祭っていうものがあります。この民党祭っていうのは全窯元がですね2割引きで全ての窯元が販売するっていうような陶芸の、まあ、お祭り的なものがありまして、でうちも同じようにですね商品自体は2割引きで販売いたしますので、もしお時間よろしければ、うん、民党祭に来ていただくと本当たくさんの陶器が並ぶんですごい楽しいその窯元巡りっていうのができると思うんで、はい、ちょっとすごいおすすめなんで、はい、秋っていうのはすごい涼しくて、はい、で景色もすごいいいので、はい、ぜひお待ちしております。窯元の数はいくつぐらいあるんですか。窯元自体はこの大体小石原焼きだけで40軒ぐらいありまして、 であと高取焼きの窯元が5軒ぐらいですかね、はい、あそんなにあるんですね。私は思ってたよりもずっとありました、はいはい、で今日はですねこの後、14時半から九州ワインを解説していただくソムリエの荒木さんのクロストーク、そしてその後に、唐津焼きの14代太郎右衛門先生が来てくださって、うん、最後のはオスカーの長友さんなんですけど、太郎右衛門先生14代今67、8歳におなりになると思うんですけども、実は去年ですねワン九州で私がご紹介のね、することができて、お二人はご存知なかったんですかって言ったら会ったことなかったっておっしゃって、光栄にも私がつながせていただいたんですね、はい、でこういう横のネットワークも私はなんかすごくこれから大切なのかな、 むしろ田上先生の息子さんがですね、やはり今20代後半だったと思うんですけども、次期15代になられるわけですし、若い世代もつながってたらいいなと思うのでご紹介した次第です。あとで、ね、太郎山先生のお話は聞いてくださるんですよね。もちろんですなんか同じね、まあ、僕も代継いだら14代になるので、うん、すごい親近感もあると言いますか、そうですね、はい、あとこのワン九州でその、まあ、松岡さんに、まあ、間接的ですけど、まあ、ご紹介いただいて、で本当に温かい人で、うん、僕らその後唐津の方にもお邪魔しました。あ、行かれました、はい、よかったすごく店内一通りご紹介いただきまして、ね、はい、本当に楽しい一日を過ごさせていただきました、はいはい、今日の太郎右衛門先生のお話はですね、ちょっと作品がどうこうというお話も多分あると思うんですけども、太郎右衛門先生がこの秋ですねすごい果敢に挑戦されているお話を伺う予定です、うん、でそれは何かと言いますと、一つはですね宗像大社の中にもともとあった建物がなんか、一回壊されるか何かするらしくて、そこが建て替わるんだそうです。でそこの中にですね、なんかどうやら太郎右衛門先生の、が絡まれて唐津焼きをご紹介するような場所ができるというふうに伺っています。でもう一つは佐賀大学はデザイン学部があって、今非常に美術館とかもね、はい、作られてデザインを頑張っておられるんですけども、そこの学生と一緒にですねなんか挑戦されていることがあるそうなので、はい、その話も伺います。それから俊慶さん言ってくださったように、今太郎右衛門先生の窯にですね、記念館をお作りになったんです。でその記念館だけではなくて、この秋にですねなんかもともとご自身が作っているお茶室を、今後公開されるか何かで自分の敷地内で、これから始めることもお話しいただけるそうで、まあ、今お話しした3つだけでもですね、その作陶というお仕事を場につなげていく、そして次のジェネレーションにもっとこう公開していこうみたいな、そういう構想をお持ちのようなんですよ。まあ、そういうところも太郎右衛門先生素晴らしいなと思ってるんですよね。本当に陶芸だけじゃなくても本当地域を考えてやってることっていうのが、うんうん、まあ、ちょっと規模が大きいんですけど、まあ、いずれ僕もそういうふうにちょっとやっていけたらいいなと思いながら、ちょっと今回のちょっと講演を、はい、聞かせていただきたいなと思ってます、はい、そういう意味でもね
やっぱり作家同士がお知り合いになっていただくと、やっぱ地域の広がりにもつながっていくかなっていうふうに思っている次第です。それではちょっと今日皆様もうそろそろ時間が近づいてまいりましたけれども、今日来てくださった方にプレゼントが2つありますので、ご紹介したいと思います。プレゼントはですね、1つは九州のワインをですね、今年も3つのワイナリーをご紹介しています。九州のワイナリー 14もあるんですって今。でその中からですね、大分県の味夢、そして、宮崎県の角、そして熊本県の菊花を、飲める場所が3箇所、天神大名の中で、できています。その1箇所はですね、この最上階のバー、そして2カ所目はグランドホテルの1階にあるグロットっていうバーですね。で3つ目は中村ぶどう酒店といって、大名の西通りからちょっとだけ入ったところにあるワインショップです。そこ立ち飲みもできるんですけど、で、ホテルのバー2つは、1100円で2種類飲み比べセットっていうのがあります。でこの飲み比べセットの割引券を今日皆さんにプレゼントいたします。中村ぶどう酒店さんはグラス売りだけをされてて、それももちろんお楽しみいただけます。中村ぶどう酒店さんは結構種類をたくさん用意して、あともう飲み終わったら売り切りごめんみたいな感じでやられてるみたいです。でもう一つ、2つ目 のプレゼントもまたスペシャルでして、そこにチョコレートショップさんありますけども、まあ、本店は綱場町にありますよね。で、博多駅とかにもお店があるんですけども、去年80周年を迎えられた、まあ、日本でも有数の老舗の、チョコレートショップになるわけなんですけども、2代目の社長でいらっしゃる佐野隆さんが、おととし私がこのワン九州を始めた時から私をサポートしてくださっていて、毎年スペシャルなチョコレートを作ってくださいます。で、今年のチョコレートはですね、皆さんに今日引き換え券を渡しますので、これが終わったらぜひ引き換えてくださいませ。すごい、これまた九州の素材を集めて作ったチョコレートなんですけども、蜂蜜以外は全部植物性のもので作っていて、例えば大分県のカボスとか、いろんなところからですね、ブドウとかワインとかいろんなものを集めて植物性だけで作ってらっしゃるので、蜂蜜以外は、すごく軽やかで繊細なチョコレートです。で、その中にある蜂蜜もですね、ご自身が初めは刺されてたっておっしゃってましたけど、自分が蜂蜜を育てて、あ、蜜蜂を育ててらっしゃるんですよ今糸島で。屋上で何か育ててるんですか？屋上でも、あと糸島でも何かやってらっしゃって、その蜂蜜を使ったチョコレートを皆さんにお渡ししたいと思っています。それからですね、後でアンケートをお配りしますので、 QR コードでスマホでもお答えいただけるので、それをお願いしたいと思います。あともう一つプレゼントがあって、これはじゃんけん大会したいんですけども、もしチケットをもうお持ちの方はご遠慮くださいませ。今アートフェアアジア福岡というのがですね、福岡国際会議場と今日まではホテルオークラ、国際会議場はあさってまでやってますけども、日本各地それから世界からギャラリーが集まって、もうすごいもうアートのイベントです。私ももう行ってクラクラして疲れちゃうぐらいアートってやっぱりエネルギーにあふれてるんで、もうたくさんのアートが集まってる。そこ の入場券当日は2500円、前売りで2000円なんですけども、このチケットを私とじゃんけん勝った人に差し上げたいと思います。なかなか贅沢ですね。はい、はい、そういうわけでチケットは配っていただきました。今から配りますか？はい、じゃあ今から配ります。九州ワイン、俊介さん飲まれたことありますか？まだ飲んだことがないんですけど、ワイン自体すごく好きなので。ああ、そうなんだ私はめちゃくちゃワイン大好きなんですけど、はい、で九州ワインに目覚めるまではもうほとんどフランスワインしか飲まなかったんですね。だけどやっぱ九州人としてこんなに頑張ってる九州の各地のワイナリーをやっぱり応援するという称して飲む、応援するという言いながら飲むっていうことを楽しめるようにコロナになってなりました
今ねやっぱり円安でまたそれでなくてもいろんなものの価格がどんどん上昇してて、はい、もう海外のワインすごく高くなっていくんですよ、これからきっと。で、まあ、だからというわけではないけれど、やっぱ九州で頑張ってるワイナリーは応援したいなって思ってます、はい、ちなみになんか2種類飲むと1100円ぐらいじゃなかったですか。はい、飲み比べセットはそうなんです。ここのホテルのバーとグランドホテルのバー1階で、グラス売りもしてるんですけど、はい、2種類飲んで1100円っていうのは、角の、まあ、角のロゼだよね。それと、キッカ、熊本のキッカ。あ、はい、で熊本のキッカって菊、お花の菊に鹿、うん、馬鹿の鹿って書くんですけども、これ菊池地方と山鹿のがを、ね、合わせてる場合なんですけど、すごい評価高くって、はい、非常に美味しい白を作ってます、はい、シャルドネでですね、はい、そうね。じゃあそういうわけで皆さんじゃんけん大会いたしましょうかね。まあ、もうチケット持ってるよって方はご遠慮いただいて、また行けないよっていう方もご遠慮いただいて、じゃんけんする方は手を挙げてください。あらま、お一人ですね。お一人勝ちやな。じゃあもうお一人に、はい、そのままお渡しいたしましょう。あ、どうぞお座りになったまま。おめでとうございます。はい、それでは皆さん、アンケートの方もぜひよろしくお願いいたします。で今日ですね、アンケートにお答えていただいたら、それをこう集計してですね、で天神の今後の街づくりに役立てていただくように、いろんな関係者にお配りしたいというふうに思っています。はい、それでは皆さん今日はどうもありがとうございました。お越しいただいた俊慶さん、どうもすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、よくまとまった、いいお話でした。すいません、ありがとうございます。